北朝鮮は長らく高い壁に囲まれ、神秘的な国とされてきました。しかし、北朝鮮政権が徐々に強化されるにつれて、世界も北朝鮮の内部の実態を徐々に明らかにし始めました。さらに、喜び組という組織が存在することが判明しました。この組織のメンバーは、北朝鮮の最高指導者によって所有されており、具体的な業務内容は何なのでしょうか。どうも、朝鮮徳です。今日は、 朝鮮トークと共に喜び組の詳細に見ていきましょう。服を脱げ。キム・ジョン・イルは、スコダンスを踊っている喜び組の美女たちを見て、突然命令を下しました。全部脱げ。ゆっくりと服を脱ぐ踊り子たちは驚きつつも、将軍の命令に逆らうことはできませんでした。ちょっと恥ずかしいものの、最終的にはすべての服を脱ぎ、全裸で踊り始めました。キム・ジョン・イルは、ここにいる交換たちに指示を出しました。 君たちも一緒に踊れ。ダンスはしていいが、手を触れるな。それは泥棒の行為だ。現場を目撃していたのは、藤本賢治という人物で、キム・ジョン・イルの専属料理人です。彼はキム・ジョン・イルの紹介を受けて、喜び組の一員と結婚しました。北韓秘宝によると、1974年から始まり、キム・ジョン・イルと高官たちは定期的に集まり、緊密な会合を開催していました。パーティーに参加するのは、 党や軍の重要な地位に配置された信頼された人々でした。北朝鮮は、キム・ジョン・イルの秘密のパーティーで歌と踊りで盛り上げる女の子たちを、喜び組と総称しています。喜び組の存在については長らく議論がありましたが、キム・ジョン・イルの身近にいた亡命者によると、喜び組は存在し、多くの人々が所属していました。1995年に韓国に亡命したダンサー、新英姫は、自身が北朝鮮で、喜び組のメンバーだったことを告白しました。 彼女は自身の経験を通じて、喜び組の選抜プロセス、特別なサービス、そして最終的な行く先を描写しました。その内容は驚くべきものでした。キム・ジョン・イルが最大の趣味は、異女が好きなことです。喜び組は、主に彼のこの趣味に合わせて設立されました。毎年、北朝鮮全土から美しくて、スタイルの良い女性が選ばれ、別荘に配置されます。喜び組は新しいメンバーを頻繁に補充する必要があります。 募集対象は、主に国内の芸術専門学校に在籍する18歳前後の女子学生です。選抜基準は美しさと健康である必要があり、芸術的な才能は関係ありません。キム・ジョン・イルには、一つ特別な要求があります。それは身長が絶対に彼自身を超えてはいけないということです。通常、100人の女の子が一度に選ばれ、詳細な身体検査のためにピョンヤンの病院に送られます。その中で厳格な処女検査を受ける必要があります。 最終的にこの一連の検査を経て、約50人が選ばれます。これらの50人の女の子は、次の6ヶ月間、厳格なサービススキルのトレーニングを受けます。彼女たちは満足組、幸福組、歌唱組に分けられます。満足組は、機械の使い方や男女関係に必要な技術を習得します。幸福組は、釣り療法やマッサージテクニックを学び、疲労回復やリラックスに関する専門技術を提供します。 歌唱組は宴会で歌と踊りを披露します。キム・ジョン・イルの宴会は毎週土曜日の夜に行われ、毎回異なるテーマが用意されます。インドの夜、ニューヨークの夜、東京の夜、パリの夜など、テーマに応じて衣装書とダンスパフォーマンスが行われます。これは今のコスプレに少し似ています。キム・ジョン・イル将軍に様々な新鮮な体験を提供します。キム・ジョン・イルが亡くなった後、キム・ジョン・ウンは一度、喜び組を解散しましたが、 三年後に再びメンバーを募集し、喜び組を再構築しました。募集基準について、キム・ジョン,ウンと父親は二つの点で異なっています。彼は背の高い女性が好きで、身長は必ず168センチ以上でなければなりません。細身で美しい東洋の顔立ちを持つ女性も好みです。また、年齢は若い方が望ましいです。キム・ジョン,ウンは、特に女性がスポーツや芸術を好むかどうかに関心を持っており、面接の際には、 のようなスポーツが好きかなどの質問もされます。選ばれた女性は家族から離れて政府の訓練施設に入ることになります。メンバーたちは誰にも、喜び組に関する仕事内容や訓練内容を漏らすことは許されません。訓練を通した優秀なものだけが、喜び組の一員となります。選ばれると、高収入を得て豪華な生活を送ることができますが、これには高い代償が伴います。彼女たちは各種のサービスを提供するだけでなく、 政府で10年間働かなければなりません。この期間中、彼女たちは中世先生書に署名し、家族との連絡を取ることは許されず、仕事の内容を漏らすこともできません。外国のメディアによる脱獄者へのインタビューによると、通常、メンバーは25歳で、喜び組を離れ、その後政府の官僚と結婚するとされています。しかし、これは秘密を漏らさないようにするための策略に過ぎません。キム・ジョン・イルが亡くなった際、 各喜び組メンバーは4000ドルの報奨金を受け取りました。外国メディアによると、北朝鮮では数百万人の貧しい人々が十分な食事をとることができず、わずかな配給品で生計を立てるのに苦しんでいます。一方、北朝鮮の指導者、金正恩は中国から337万ドルの過激服や下着などを購入し、彼の喜び組メンバーに着用させ、彼を喜ばせているとされています。2011年12月17日、 キム・ジョン・イルが亡くなりました。その日はピョンヤンで最も寒くて厳しい日でした。雪が降りしきる中、リンカーン車がゆっくりと進んでいきました。車の屋根はつい白い花で覆われており、その下には北朝鮮の最高指導者、キム・ジョン・イルの棺がありました。多くの人々が黒い服を着て路上に立ち、彼らは声を失るまで泣きました。彼らは自分の胸を激しく打ち、大声で、父と叫びました。霊柩車のそばには、 この時点で独裁者となっていた息子であり、役者のキム・ジョンウンが座っていました。葬儀の間、27歳の彼は何度も涙を流しました。彼にとって目の前の状況は重すぎるものでした。キム・ジョンウンのそばには、彼の叔父であるチャン・ソンテクもおり、外部からはチャン・ソンテクが北朝鮮のナンバー2の人物だと広く認識されていました。車のもう一方には、軍を指導していたリヨンホと人民武力部長のコンパルエがいました。 これらの長老たちは当時、平ン,ンの実権を握っており、少なくとも多くの人々がそう考えていました。1950年代に、金正恩の祖父である金日成は、共産主義の世界で唯一無二の現象を作り出しました。北朝鮮の世襲制度が生まれました。その後20年近く、金日成は長男である金正日を後継者として育ててきました。金日成がどこに行こうと、皇太子の金正日は常に彼に随行していました。 1994年にキム・イルソンが亡くなると、キム・ジョン・イルはすぐに後継者として即位しました。しかし、2011年にキム・ジョン・イルが亡くなると、彼の息子であるキム・ジョン・ウンはまだ訓練を始めたばかりであり、北朝鮮の第三世代の指導者としての役割を果たしました。多くの専門家はこれが世襲制度の終わりと予測しましたが、その予測はすぐに覆されました。わずか数ヶ月の間に、朝鮮人民軍総参謀長のリヨンホと人民武力部長のコンパルエは、 両名とも解任されました。今日に至るまで、リヨンホの所在はいまだに明らかではありません。一方、2013年12月に、金正恩は最も劇的な決断を下しました。彼の叔父であるチャンソンテクは、党内会議で公然と連れ去られ、反逆罪で告発されて処刑されました。一部正式な報道ではありませんが、金正恩が公社法を使用してチャンソンテクを処刑したとする未確認の情報もあります。2012年から2016年の間に、 キム・ジョンウンはキム・イルソン時代以降、北朝鮮で最大規模の粛清行動を展開しました。韓国国家安全戦略研究院の統計によると、この期間中、軍の交換と政府関係者が140人処刑され、さらに200人が解任されたり投獄されたりしました。キム・ジョンウンは、自分の前に立ちはだかる全ての人を排除し、より若く、より忠実な人々で置き換えました。このグループは、ム・ジョンウンの妹であるキム・ヨジョンによって導かれ、 キム・ヨジョンは2017年に政治局に正式に加入しました。当時、30歳に満たなかったです。確かに、北朝鮮の人々はキム・ジョンウンを愛しています。彼は銅顔で特徴的なショートヘアを持っており、多くの男性が彼が若いのに国を統治できることを羨ましく思っています。彼の行動や言動は世界中の注目を浴びています。実際、北朝鮮の人々がキム・ジョンウンを愛する理由の一つは、不可解な失踪を避けたいというものです。 十分な熱意や笑顔を見せないと、地球上から消えてしまうかもしれません。今日、誰が平壌の指導者なのかについて異議を唱える人はいません。金正恩は、疑いなく最高指導者です。過去には、金正日が最終的に金正恩を後継者として選んだ理由は、金正恩が最愛の息子だけでなく、自身の冷酷で無情な性格、強硬で断固とした判断力を受け継いでいたからだと分析されています。また、金正恩は西洋文化とも接触を持ち、 北朝鮮を指導するためにはその性格が適しているとされています。以上が今日の動画の内容でした。ご視聴いただき、ありがとうございました。